6月一緒にしちゃった方がいいかな。まあいいや、後から考える。一緒になってるかどうかわかんないけど、6月も見ていきましょうか。ってことは2021年6月にやってきます。この時は特徴としては、投稿本数がだいぶ落ちてます。開けるものがなくなってきたというところがあったり、結局その言っとった外時計がね、要は車で出かけるか、縛りがついちゃったんで、この2021年はね、1年間、どうしても車を乗る量を最低限にしないといけないという、縛りができた、兼ね合いがあって、特に1月初旬はね、全く乗れなかったんでね、とかっていうのがあります。ですので、投稿本数は減ってる、16本。ただ、再生数は上がってる。何かというと、ショーツが伸びたんですよね。この意識高い子、普通の子がね、伸びたっていうのがあって、これが実はエスカレーターを抑えて上がってます。まあ、なんなら言うと、この後エスカレーター、一曲自体が続くので、唯一一心抜いたのが、この意識高い子、普通のこのマクドナルド、まあ、お家がね、続いてましたからね、この動画は。この動画が、結構あったよというところで、どういう感じかというと、こんな感じ。だいぶ投稿本数はね、寂しい感じですけどね、珍しく、その月の動画が1位を取るっていうね、なんでこれが珍しいことになってるんだったら、あれなんですけど、これ3000再生いってますよね。この次は、まあ1万再生はいかなかったんですけど、これがどんどん伸びた、意識高く普通の子が、ポンとね、なんか、正当な伸び方してますよね。で、行きましたよ、ということで、ね。でも、まあ、ちょっと、ショーツ多めでしたね。あとは、ライブ配信を、定期的に挟みながら、で、ラジオが生放送やるということで、ここから生捨てを久しぶりにやり始めるわけですね。YouTube で、やる。これ、2014年ぐらいだったっけな。今から約10年前くらいに、実はニコニコ動画でニコ生やってたんですよ。その時のやつが生捨てってやつで、それを、YouTube まで持ってきたよっていうのでね。これが定期配信で始まってきたよというような時期ですね。第2回。で、第3回が定感じですね。定期放送化していくって感じで、その中でショーツを上げながら、ちょっと回していくって感じでしたね。そう、意識高い子、普通の子もね、まあ何回ってね、作るってなるんですね。これに関してはね、まあネタはいろいろと上げてたんですけどね、いざじゃあちゃんと作るかってなるとね、まあいろいろコンプラ的なところとかね、まあ結構、どうこう立てると、みたいなのがあったりするんでね、なかなかうまくと完成しないなっていうところがあったりして、まあこれでね、結構、わざわざしとったら、あんまり再生、本数がね、上げれないっていう、ちょっとジレンマがあったなっていうところですけど、実は再生数は取ってるんだよねっていうところですね。これも、でもこの時だけだよな、賛成再生。そこからは入ってない。ザっていう感じですね。本来は、ショーツってこういう感じらしいです。もうボーンと上がった後はもう、プサッっていうね。まあ、こういう傾向があったりしますよ、というところですね。で、まあ、やっぱ YouTube 強いな、っていうのがあったり。で、まあ、細かい動画でも、ショートなら何でも上げ上がるのかって言われたら、そういうわけでもないな、っていうところがあったりします。この動画なんか、でも、ちょっと後伸びしてるんだっけな、こいつ。後伸びしてるわ。なんか、1年と78日経ってから伸びてきてるわ。不思議ですね。ショーツじゃない動画で短いやつは意外とこの傾向あったりしますけどね。なんなら最近も再生入ってんじゃん。ね、ほら。ね、不思議ですね。っていうのがあったりします。だから、堅調でいくと、やっぱこの辺りとか堅調ですよね。白い用の動画とかもね。言うて、過去48が1日1再生が、毎日1再生はスーッと入るんでね。不思議ですね。ありがたいことでございます。意外と好評なんですよ、この白い用。
ここからね、結構コメントいただくね、常連さんとかがついてくれたりしてるんで、いや意外と、どんどんこが当たるかと分からないんですけど、まあ、下4はね、ちょっとインパクトあるしな、面白いよね、とは思ってたけど、いうのがあったりするかな、っていうところらへんですね。6月はそんな感じかな。で、7月ですね。